ハビエル・パレデスは、スペイン・アストゥリアス州オビエド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。地元のレアル・オビエドからデビューしたが、オビエドは2002の03シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオンから、セグンダ・ディビシオン B に降格となり、パレデスは、セグンダ・ディビシオン B のレアル・マドリード・カスティージャに移籍して2シーズンプレーした。2005年には、ヘタフェ CF に移籍し、8月28日のレアル、ソシエダ戦でプリメーラ・ディビシオンデビューを飾った。マリアーノ・ペルニアが左サイドバックのレギュラーであり、2005から06シーズンは7試合に出場しただけだったが、2006年夏にペルニアがアトレティコ・マドリードに移籍したため、パレデスが絶対的なレギュラーとなった。2007年夏、レアル・サラゴサと5年契約を交わした。当初はフアン・フランの控えであり、シーズン中にフアン・フランを押しのけて定位置を獲得したが、迷走を続けたクラブは2007から08シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン降格となった。2008から09シーズンもレギュラーポジションを維持し、1シーズンでのプリメーラ・ディビシオン昇格を果たした。2009年夏には、イバン・オブラドビッチが加入し、2009から10シーズンは20試合の出場に止まったが、最も多く起用された左サイドバックであり続けた。2010年夏には、ホセ・アウレリオ外監督に余剰戦力とみなされ、練習への参加を制限された。9月初旬の練習中、パレデスと外監督は乱闘寸前の激しい口論となり、パレデスはクラブから出場停止処分を受けた。11月には外監督が解任されて、メキシコ人のハビエル・アギーレ監督が就任し、パレデスはチームに復帰して、レギュラーに返り咲いた。2011から12シーズンは左サイドバックではなく、センターバックとして起用されることが多かった。2015年1月、アルバセテ・バロンピエとの契約を締結。ありがとうございます。